こんにちは。どもどもどもー。雨の奥州食べ歩き第2弾。だいぶね、日にちが空いたども、第2弾、ようやくね、いましたよ。奥州市水沢。今回はね、安定の美味しさ。前は森岡さんもあってね、いつも食ってやったのも、今ここまで来るしかねえ。ね、喜多方ラーメン、番内さん。ああ、安定の混み具合だ。ああ、じゃあ行ってみっか。番内さんはね、俺はメニュー一つしか知りません。それでは、アイドガンはいと、まあ一応ね、メニュー見る真似してね、はいと、出雲のこれこれチャーシューラーメン、これすかすらねおりゃ。番内さんで言えばね、このチャーシューラーメン、まあいろいろあんだね。一応見るだけ見た、青とうなセットだりなんだりあんだな。まあいいや、お願いすっか。お願いしまーす。チャーシューラーメンけどが、おーい、はいと、つましたよ。あー、これこれこれ、マイフェイバリット、ははは。こっちはね、友達が頼んだ、なんだかかんだか、ははは。久しぶりだな、番内さんのチャーシューラーメン。安定の、美味しさ、だチャーシューでも食うが、やっぱりね、シンプルイズベスト。美味しいね、豚ガラスープに美味しいチャーチューちゃん、この手もみ麺、いただきまーす。おいしいの、これこれ、どれどれ、トロリータちゃん、いただき、飲み物です、これは。はい、食べ物ではありません。ムガスはね、西見る前、無料がのね、西見る前さんもあったためね、トータルね、このチャーシュー1トンぐらい食ったかな。はは、冗談冗談。ほうに、俺はね、あんまりね、まあ、ずっと見てきてる人はわかるかもしんねえどもね、あのチェーン店はね、背景だ、あんまり回らねえのす。地元のね、個人でやってるとこ一生懸命応援してんだどもね。はい、飲んだ。番内さんだけはね、別。このね、看板見たら思わずミーサハンドルひつまったい。結果大正解、久しぶりに食った。食った食った、どうもどうも、ごっつぁんでした。今日は喜多方ラーメン番内さんのね、チャーシューラーメン肉そばの紹介でしたよ。ありがとうね。まだ来まーす。もう一度光の道を駆け抜け、お前に会いたい。てか、へばねー。バイ。
イバイ。